のぼり人形の話をしていきたいと思いますけども、えー、皆さんは人生において一度は人を呪い殺したい、えー、わ,らぎわら人形なんか作って、えーまあ、牛の国よ要は夜中にですね、えー、神社のご神木なんかに釘で打ちつける、えー、行為みたいなそういうことをしたことがあるかと思います。 私はですね、一度だけ18年前にやりかけたことがあります。やりかけたことがあるます。なぜやりかけで終わったのか、えー、なぜやりかけで終わったのか、えー、ご説明しますと、それを準備していくステップの中で、バチが当たり始めたんです。誰にバチが当たり始めたかというと、 私自身に罰が当たたり始めたんですいや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 ちょっと待てよとちょっと待ってくれよと罰当たるのは違うでしょと上り人形で言ったならば強盗犯人です殺人犯の犯人に罰当たらないと変なわけですよねなんでその罰を下そうとしている人に罰が当たるんですかと おおいおいちょっとおかしいでしょプーチンになんで罰が当たらないんですか、えーね、罪もないロシアの若者を行けと言ってそしてねゼレ,ンスキーゼレンスキーに何で罰が当たらないんですか自国民に戦えと言って、えー、そしてねあの女子供全然関係ない人たちが亡くなっていくっていうねなんでゼレンスキーに罰がおいおいおいなんで当たらないんですかと。 ね、私18年前、えー、呪い殺してやろうと思った人何で死なないんですか何で私に罰が当たるんですかっていうふうに考え始めると皆さんと違う罰感になってくんですよ、えー、これは罰感というのは罰感四国の罰感じゃなくて罰の感覚ね それに関して一本動画を撮りたいと思います。本日、2022年の8月17日午前5時21分を回ったところです。大森林会の大浅大使でございます。はい。上り人形、えー、の現場ですね。上り人形の現場です。これ、えー、マジの現場ですけれども、これ特定して行っちゃダメですよ。えー、責任取りませんから、えー、私がどうなっても責任取りません。 責任を取りませんあちなみにですけどあの、えー、私のおじいちゃんの話をなぜうちの親父とか私が聞くのか、ねえー、聞くのかっつったらそれはですね間違いなく、えー、今までそのおじいちゃんのやっている心霊現象みたいなものを見てきたからですあのうんと多分カンノム虫って分かります皆さんシカ虫ノム虫っていうのはあの 子供が夜泣きがひどいですとか、かんがひどい、だだこねまくる、寝ない夜夜、夜中に起きて、ウェンウェン言う、無遊病のように歩き回る、まあ、こういう経験あるかと思うんですけども、一度はね、あの子育てにおいてですとか、ご自身、もしくは自分の兄弟とか、まとか、そういう経験あると思うんですけども、 まあ、私が小さい時にはいとこなんかが、まあまあ、私も多分やられてると思うんですけどあんまり記憶にない、えー、記憶にあるのは、えー、いとことかが、えー、お盆とかに帰省して帰ってくるわけですでそしたならばちょっとひどいと、えー、夜泣ひどいと、えー、ということでうちのおじいさんが、えー、仏壇の前に行ってそして、まあ、準備をして、えー、そしてなんか炭なんか用意してそして牧汁みたいなものを あ墨を削って、墨汁みたいなのを作って、そして筆につけて、えー、その、えー、夜泣きのひど,ひどい私のいとこの、えー、手に、えー、こう呪文を書きながら墨でね、そして念仏を唱えると、仏壇の前で。するとですね、白い糸が爪と指の間からピヨーって出てくるわけです。ね、それを私が小学生ぐらいの時に見て気持ち悪いって思ったわけです。気持ち悪い現象が、 目の前で繰り広げられる、まあ、これを私は大きくなってからいろいろ調べたんですけどまああのー、お清めに使っている塩が、えー、その結晶化再結晶化して出てきているですとかまあ赤が出てきているですとかまあいろいろね缶の虫ってやって YouTube とかで調べると出てきますのでそういうふうにまあ科学的に説明しようと思えばつくと思うんですよね今、えー 今そういうふうに科学的に説明しようと思えばその現象に関して何らかの説明がつくと思うんですよでただ説明つかないのはこれなんですよねそれをやると、えー、あの感謝するんですよそのいとこのお母さんとかねいやその日も感謝しますけどそれ帰って東京とかに帰ってあのー、ね おじいちゃんに田舎のおじいちゃんにカンノムシ取ってもらったから、えー、治ったとかねそういう効果が現れるわけだそれを目の前で体験してますからこれ何かあるなというふうに思っておったわけじいさんがやることに関してはカンノムシ取りですからそういうことができる人だから何かあるなと思いながらこののぼり人形の話なわけですねだそういう人が話すわけだから 80歳にもなった親父は覚えてるわけです、のぼり人形の話ね。気持ち悪いから覚えてるのもそうだけど、自分の親父の、そのまあ、私からしてみれば、おじいさんの,その行いっていうのを見てきた人ですから、まあ、私にとっては、えー、傷、蛇、蛇板倉庫ね。蛇板倉庫というか、まあ、イメージ的には、ヘビパワーパッドですね。ヘビパワーパッド。要は、ヘビパッドヘビパッドですね。 要はそれできれいに傷が治るという蛇の皮をつけられて私のすり傷がきれいに治ったという経験があるのでだからヘビパワーパッドっていうかヘビパッドって呼ぶことにしますけどヘビばんそじゃなくてねまあそういうおじいさんですからそしてマムシとかも普通にバンって捕まえて皮とビリビリビリって入って干したりとかするおじいさんですから戦争にも2回行って で最初の戦争では朝鮮半島に行って、えー、そしてまあその体験談とかを私に教えてくれてましたから、だからそういうおじいさんですから、言うこと聞くわけです、私は。えー、ね、園庭に行くなっつったら行きませんし、ある条件で林道に行くなっつたら行かないわけです。もう、ある条件は忘れましたけれども、林道に行くなっつたら行かないわけです。原稿なわけです、遠庭に行ったらね。らなんかあるなということであ、お盆に、おばちゃんが言うにはお盆に、 あのおばあちゃんとお,おじいちゃんはだいたい同じ思考ですから、でおばこのね、川,この川、まさしくこの川ですよ、実家の近くでなん、えー、おばあに行くと、えー、足引っ張られるから行くなよということで、行ってませんでしたけども、まあ、そういう人が言う,う話なんで、これは嘘ではないなと思うわけ。じゃあ、嘘じゃないんですねと。えー、ね じゃあお父さんが言うようにこっち川だこをしていて川だこをしててまあその流れですとかこの海底の海底じゃないあの川,川底の,その,えその地形によりこういう渦的なよどみのところを逆流する動きがあるっていうふうにお父さんはえ言うわけねそれはだいぶ経験を重ねてから大人になってからそういう読みをしてると思うんだけど読みをしてると思うんだけどね えー、じゃそういうふうなお父さんだって、えーまあ、おじいさんの話を聞くわけ。で、ただ、そこで疑問になってくるのがこれなんですよね。まあの上り人形、まとめますと、旅の宿での強盗殺人、川の下流から上流に人形が上る、峠で犯人が死亡、そしてその話をまとめて語り継いでいるのは、罪人には罰が当たるという言い伝え。 えーね、え疑問点まず最初に出てくるのがこれ皆さん多分あんまりなかったと思うんですけど私はバチたったその人を呪い殺そうと思った時に罰が当たり始めたのでねこういうことを考えるんですよなぜ罪のない人が殺されなければなかったのかまあここに行っちゃうんですよ一番最初にねこの話で言ったならば旅の宿のその例となった人がまず最初になんで殺されないのって といいいけななのってだ罪ないわけでしょなんでその人に最初に罰が当たるんですかっていうふうに考えるわけだから小倉美咲さんの件と一緒なんですよなぜ罪のない美咲さんが死ななければならなかったのかこれから始まるんです私はすべて出発点がでそれは政治の問題ですね っていう,ふうに結論つけたのでいろいいろろあるよいろんな考察の過程の中で政治の問題ですねってなったから政治の問題だったら誰,か誰の問題かつら私の問題なんですよ実はね皆さんの問題なわけですまあこういうふうに言うと誰に罰が当たるのかっていうのは分かってくるはずそしてですね実はですねこれ罰当たってもうまあ当たり始めてるんですねそれをひしひしと感じてますまあこれ答え言っちゃって 言っちゃいましたけどもうバチは私に当たり始めてるんですよこれね、小倉美咲さんの件を取り上げるということは政治の問題だと思って取り上げてその政治の問題というのは日本国民の問題でしょそして私自身にバチが当たり始めてるんですいろいろまあいいんですけどえ次行きます <laughs> まずはそこまで行くと多分ぶっ飛びすぎてて何が何だかわからないのでまずは なぜ旅の宿の,その従業員が殺されなければな,ならなかったのか、なぜ,、ねえーなぜえー、右国と路国の戦争で、えー、罪のない子供とかが殺されないといけないのかでしょ、えー、プーチンの顔写真をつけて、えー、そして、えー、ごクギで、えー、ご神木に打ちつけました、その人捕まりましたというニュースがありました。 かかりますかプーチンこの野郎ということでこういうことを言うと YouTube バンされるのかなあのうーんと、えー、プーチンの顔写真を藁人形につけてそしてご神木につけて、えー、捕まりましたそれはなんかそのご神木自体を傷つけたみたいな、えー、そういう,う罪だと思うんですけどもバチはたったわけです誰にバチ当たってたかプーチンじゃないんですよ かかりますかプーチンにバチが当たってないんですよ、それ見た目一見見た目ね、まあ、私は当たってると思うんだけど、えー、当たりつつあると思うんだけど、まあ、それは置いといて、プーチンじゃなくて、その御神釘を、プーチンの顔写真をわら人形につけて、打ちつけた人にばチが当たり始めたわけです日本まずは日本の法律で、えー、なんか裁かれるってことでしょ、そもそもが。えー、でそ,その前に、なぜ、 なぜ、ね、プーチン、このな野郎ってなったかというと、盧国,の,ロ国の,その若者が死んでってるわけでしょ、軍人が死んでってるわけ、そしてその若者たちは、えー、ある人は、えー、右国の,その罪のない人を殺してたりするわけ、もしくはまあ普通に戦闘員を殺している可能性もありますけどね、なぜその人たちが最初に死ななければならなかったのかっていう話です。ね。 えー、それが疑問最大の疑問点なんですよ。で、そして次、人形はどこから来たのか。いや、上り人形分かりましたと。気持ち悪い現象が起きたんでしょその川の、えー、この上の方ですね。上の方が上流、そして下の方が、えー、あ、じゃあ下の方が上流、えー、上の方が下流ね。で、下流からこういうふうに人形が。えー あの登ってっていたその人形をねうちのお父さんはその人形のことには触れず川がこういうふうに蛇行してたから、えー、人形がこの淀みをこういったねわ <laughs> かりましたとその人形どっから来たんですかそ,それ気持ち悪くないですかいきなり人形がここにあるんですか気持ち悪いよねその話多分いろいろ 劣化してるから、おそらくですけど、ここにあった宿で強盗殺人でしょだから殺人犯が、えー、いろいろ盗むはずです。盗,むは盗んだ中で人形いらねえやって、ポインって川に捨てて、ね、捨てて、おそらくその、ね、捨てた人形がブオーって迫ってきてから、怖 <laughs> えー、やべえみたいな感じで、その強盗殺人犯がこう、峠の方に逃げていったんじゃない ね、こっちから来た普通自然の流れでポイントって上から来たならば、えー、まあ普通に川下ってってますからだから、あのー、その強盗さ人気持ち悪くないよねしかも逃げる方向としてはもし気持ち悪いなと思ったならば逃げる方向としてはこっちの方でしょだから峠の方に逆に追いやったことになるわけその自然の現象だったとしてもそのに上り人形に霊が乗り移ったとしてもその殺された人,人の霊が乗り移ったとしてもえー えー、こ,のこの話よくできててこっち側の峠の方に追いやってるわけね実はその次に行きますはいだからまあ人間はどこから来たのかっていうのは、えー、あ,のあんまりみんな焦点が上り人形のその気持ち悪い現象にみんな目いくから だからあんまりいかないんですけど人形はどこから来たのか、えー、っていうことで私は犯人が捨てたっていうふうにまあ大体思ってるわけねでその話を脚色して私はね私が脚色してそういうふうに思うわけということは犯人も見てるはずなんですよそうすると 犯人自分で捨てるでしょ捨てたら川の下流の方からビヨーって上の方に行って気持ち悪いってめ分かるでしょそれを見ちゃうわけ気持ち悪い現象そして追われてる感覚になったら、えー、下流から上流要は峠の方向に逃走するわけはい、えー、そして最大の疑問です犯人の死因が不明なんですよこれ 要は犯人は死んだっていう、えー、ことになってそれを言い伝えとしては罰が罪人には罰が当たるよっていう物語になってるんですけど、えー、でそのね、えー、絶対は我が家 わ私の一族にとっては絶対的権力があった要は、カンの虫を取る、カンの虫を取るような、そういう、えー、様を小さい頃に見せつけているそのおじいさんが、えーね、悪いことはすんなよと悪いことすんなよと言うわけですから、まあ、子供にとってはもう恐,ろ恐ろしいわけですよ。だから言うこと聞くわけですね。だけど よく考えると、その犯人が死んだっていうのは分かるんだけど、その具体的な罰の当たり方が不明なんですよね。罰が、まあ、死という最大の罰なんですけどその、ね、当たり方が不明なんですよ、この,この,この、えー、話には。すると、こうなるわけ。自己説、事件説ってなるわけ。これ、なんかね、なんかでしょ、ね、峠で死んだ。 なんかいろいろ出てきますよね。そうですね。小倉美咲さんの件と全く同じになるわけ。それとなると、今の、今の、今の私の気分としてはこうなるわけね。今現在の気分としては、この上り人形をの話を考えるとするならば、当然ですけど、事故による低体温症死になっちゃうんです、私は。事故によって低体温症ということになるんだけど、それはね バチ、えー、が、えー、罪人に当たってそして何、えー、て言うかそれはそうなのねで多分ほとんどの人は、えー、これ霊が乗り移ってその人形あほとんどの人ってこの当時の人ね当時の人はその人形に乗り移ってそしてその人形が逆流して追ってったからその峠の方に行ってその人形がさらに追ってって。 もしくはその人形はそこにあるんだけどその霊が人形から外れてその峠に行ったえその犯人をえ仕留めたっていうふうになると思うんですけどいや仕留めたっていうことは仕留めた状態がすぐさま見つかったっていうことでしょだからその見つかった人たちがその死因とかそういうのを特定するわけ。 だから大体の,その罰の当たり方が分かってるはずなんですけど物語上は特にそこは関係ないからえ今のねえそこは謎になってるわけとなると私なんか今小倉美咲さんの件やってますからあのこれ事故なの事件なのってなるわけで私はえ事故事故なんだけど犯人に罰が当たったってことねすると最初のところに戻ってくるわけ。 ね、これ小倉美咲さんの件に展開したならば「えじゃあ小倉美咲さんにはなぜ罰が当たったんですか?」ってなるわけ。何か悪いことしたんですか小倉美咲さんなんか悪いことしたんですか悪いことしてないですよね。でこれをまたさらに一回小倉美咲さんの登り人形の話を小倉美咲さんの件に展開しそしてさらにこの登り人形の話に展開すると「いいえちょっと待てよと」とそもそも宿の人が何で殺されないといけないんですかってなるわけね。 でそれと似たような現象、あの最近起きたのはプーチンの顔写真を藁、えー、人形につけて売ってる人ね、えー、その人がバチ当たって、えー、何今、逮捕されて、罰を受けるんだけど、えー、もしくはその、ね、なぜそのプーチンの顔写真をつけようかとその人が思ったかというと、その戦争をね、えー、起こした張、えー、本人というふうに思ってるからやったわけでしょ、じゃあ、戦争で亡くなっているもう数何万人っていう人。 えー、こ,れこれらもしかすると10万人超えてるかもしれないですけど何万人っていう人たちがなぜ殺されなければならな,なかったのかそしてプーチンはなぜ生きているのかってなるわけでしょだからそういうふうによく考えるとうんといろいろぐる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 回ってくるわけねで一つはっきりしてるのは私が人を呪い殺そうと思った時にそのステップ上で私に とって、えー、悪いことが、えー、起き起きました。それは体験談としてありあります。だからなんていうか、えー、その気持ち悪さですね。その気持ち悪さを解消するときに役に立ったのがこういう上り人形だけじゃなくてこういういろんな話あるでしょ。似たような話いっぱいあるんですけど、いやそうかとその人を呪い殺すってことはその 確かに罪人かもしれないんだけどその罪人に対して自分が罰を与えることでしょこれ自分が罰を与えようとする行為自体がそもそも罰が当たる行為なんだっていうふうに私は解釈したわけわかりますかこれ大事だから <laughs> 言いますけどえー 何か罪人がいて、えー、その罪人に対して何か自分が罰を与えようとすると、えー、自分の主観をもってして、えー、罰を与えようとすると、えー、そ,のその行為自体が悪いことだというふうに認識され,それ認識するのは実は自分の脳だと私は思ってますけど <laughs> そしてその自分の行為自体が何、えー、ていうかこう やる行いが自分にとって罰が当たると思われるような行為を引き起こすそういうふうに感じるようになったんです18年前から18年前から何年か経ってからだからまあ15年ぐらい前ぐらいからそういうふうに私は思うようになってきてるんですよねだから結論から言うとこの えー、のぼり人形の話と私の体験談を通じてこの小倉美咲さんの件でバチが当たる人、えー、全ての人にバチが当たりますはいでこの件をですねいや要はだけどこの剣を言い伝えないといけないと思ってるからバチ当たっても当然だねと思って私はやってるわけわかりますか これ何にも言い伝えなかったならばこの上り人形の話はないわけそもそもなんで上り人形の話が残ったかというと罪人には罰が当たりますよってことでしょその罰の当たり方がもしかするとえ罰の当たり方が不明なんだけど私は自己説なのね峠に行ってあのーーやられたまあ人によってはこれねこの事件説だったら 例えばですけど、人が人を、えー、に罰を与えた、例えばですけど、えー、この上流にはマタギ小屋っていう小屋が、えー、存在しています、今でも多分あると思う、あの朽ち果てたやつね、マタギ小屋。えー 秋田県とか青森県岩手県とか、まあ、山形もそうかもしれませんし長野とかそういう、ね、山深いところはそうかもしれないんですけどもたぎっというのはこういろんなところでやったりしてまたぎ同士の交流とかがあるので。 その地域の人のまたぎだけじゃなくて他の地域からやってきた人が、えー、そのまたぎ小屋でいろいろねこう話しながら交流、えー、を深めながらクマを取るという作業をしてたわけ昔はあしょっちゅうだからまたぎ小屋あるんですよ、えー、朽ち果てたやつね、えー、簡易的に作ったやつとかねこの先に行くと。 これ何年前のやつみたいなこれもう100年以上で確実に経ってるみたいなものがあるんですよこのねえ先に行くとそして木とかにマタギナタマタギナタみたいなものでこう傷つけた後とかこか年,年号を彫ってたりとかするわけこの木にあマジでありますこれねだからそういう人たちがこのね昭和初期の時にいたはずなんであの強,盗強盗犯が来てそしてね えー、麓から来た村民とかがこう,こういうやつが来るから、えー、殺しめてやれっつったらこれ事件になるわけでしょだから、ま、熊を撃つ鉄砲で、えー、熊を撃つ鉄砲でその強盗殺人犯を、えー、撃ったならばそれは、えー、ねあのうん上り人形が制裁を下したんじゃなくてマタギがマタギがその。 強盗殺人犯を殺すというやつね、そして、えーね、その辺の山の中ですから、えー、まあ偽装工作して、滑落して死んだとかっていう話にしておけば、別にちゃんちゃんで終わる話ですから、だから、罰の当たり方、罰を与えるのがそういう人かもしれないわけね。まあ、その人にも最終的には、私は罰が当たると思うんだけど、だから、なんていうか、うんと小倉美咲さんの件も、このまま、えー、気持ち悪いでしょ、7歳の女の子が、えー 千葉から山梨に来て、えー、消えてなくなりましたよと。で、まさしく消えてなくなったわけね。ほとんど見つからないわけですから、消えちゃったわけ。え、それって気持ち悪くないですかってだから、これを言い伝えとして残さないと、それは何なんですかって話になるわけ。この最初の疑問ですね。なぜ、三崎さんが死ななければならなかったのか。ここを、 まあ罰が当たるの覚悟で我々はこう話しながら語り継いでいかないといけないんじゃないかって今思ってるわけねでも,もともと私は政治の問題だと思っててこれがなぜ生じたのかなぜ死ななければならないかったのか政治の問題です政治っていうのは我々国民の問題なわけですからみんなの問題でしょそしてこれを YouTube やり始めてもう いろんなバチ当たってるんです私にとってはねいろいろバチ当たってますええまあ一つの例としてはえまあ精神状態がやられるとかやられてますから私ねそのこの小倉美咲さんの件を取り上げるようになってえ精神状態やられてるわけですこれバチ当たってるなって私は思うんですよ で例えば、ですその気持ち悪さの解消っていうことに関しては、やっぱ語り継ぐ必要があると思うんですよ。千葉からキャンプに来た7歳の女の子がキャンプ場裏でバラバラになって見つかる。気持ち悪いですよね、そういう現象。ね、これ、語り継ぐみんなで語り継ぐ必要がある。だから、ね、事件説で言ってる人も私にとっては同志なわけで、そもそも。でね フシアナチャンネルさんとか同志なわけなんです実はね,ねある意味としてはだから同志なんですよこのね上り人形で言ったならばその事件,事件説というのは当然あるはずでそのね罪人が死んだっていうやつに事件っていうのも当然あるかもしれないわけでしょあと右国とロ国の戦争なぜプーチンに罰が当たらないのかこれはみんな語りつく必要があるわけでしょ気持ち悪いわけです 気持ち悪くないですか皆さんプーチンの藁人形があってそしてその、ねえー、呪い殺してやろうと思ってやった人なプーチン生きてるわけでしょ今何でその呪い殺してやろうって言った人に罰が当たってるんですかって話でしょそもそもまあ罰が当たる要因があるんだけど日本の法律では罰が当たる <laughs> 罰っつうか罰が与えられるね、えー、要因があるんだけど えー、安倍さんの打たれ方が方位格的に変、ね、方位格的に変なんです、今ね、安倍,安倍さんの、えーえーこれ、これ言っちゃうと番なのかな、これもね、際どい,いかもしれないですけど、安倍さんの,そのお亡くなりになる、なり,なり方が、えーえー、今、山上容疑者がこうやったやり方だと、どう考えてもそういう感じにならないという変な気持ち悪さがあるわけね。 だその気持ち悪さの解消に向けていろんな人が情報発信とかしてるわけ。ね、気をつけないといろいろバンされるけどね。だから、あ上り人形の話とこの小倉美咲さんの件もそうですし、ね、あの安倍さんの件だってそうですよ、ね。なぜ安倍さんがお亡くなりにならないといけなかったのかってことでしょこれ語り継ぐ必要があると思うんですよ。 私はですね、安倍さんの件で、かつて1本か2本、まだ残ってると思いますけど、安倍さんの件ですか、安倍さんの周りで、あ、これはおかしいですねと。これは司法が腐ってますねと。我が国の司法。要は政治の問題ですねっていうのを1個取り上げてるはずなんですね。だから安倍さんに罰が当たったっていう見方もできるわけ。わかりますか 安倍さんに罰が当たったという見方もできる動画を私は出してるわけ。もしくはイージス・アシアの件ね。ゴミ箱、山口に、山口ですよね、安倍さん。ねえ。菅義偉さん、官房長官の時の菅義偉さん、秋田ですよね。なぜ山口と秋田なんですか総理大臣と官房長官。ねえ。なぜ秋田と、えー、総理大臣、その時の総理大臣、山口でしょ。で、そして官房長官、秋田です。 でしょ菅,菅さんでしょ、ね、そこにゴミ箱2つ買おうとしてた1兆8,000億円。ねえ、罰当たったんじゃないですか買おうとしてたことにとかでね、そういうふうに思っちゃうわけね。で、そして、じゃあ、えー、その罰当たる、えー、さらに世の中、今あるでしょ山上容疑者に罰、えー、が当たるって思ってるわけでしょ これからは罰が当たるっていうふうに思ってるわけ。もしくは罰を与えるっていうふうに思ってるわけね。えー、法律上ね、えー。合法的に罰を与えるっていうふうに思ってるわけ。だけど、気持ち悪い現象があるわけ。山上容疑者がやったとするならば、そういうふうにはなりませんよと。と法医学的にそういうふうにはなりませんよっていう人が出てきたわけ。気持ち悪いですよね。そういうのは語り継ぐ必要があるわけでしょ。 でまあそれガン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 いろいろやっていくと YouTube 上バンされるかもしれませんがまあでもしょうがないかなって思ってますうーんそれも含めてバンされるっていうのも、えー、バチだとするならばまあ受け入れてガン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 発信していきたいなと思います、はい、以上です